この人は言葉への選択が二択なのかな。二択、言葉への選択が二択というか、はい、受け止め方、受け止め方がネガティブかポジティブで、はい、あの相手を尊重したいっていうのがあるので、はい、まあ、結局そう二項対立にしがちなところはあります、はいはい、でネガティブに受け取りがちがちです、はいはい、なので言いたくないって受け止むみたいな。そうです、嫌いじゃない、はい、そのね、言葉をポジティブな言葉を使ってくれないと、はい、嫌いじゃないはもうネガティブです、はい、嫌いじゃないはネガティブな言葉ではない、はい、あでも、はい、ノットですよね。ノットって、ノット嫌いノットだったらっていうのが出てきます、はい、で、はい、じゃあだったら嫌になります、はいはい、じゃないは決めかねてるようにも聞こえると、はい、あそんな感じです。僕だと好きまでは、はい、もうそれ好きっていうほどではないけどぐらいのニュアンスで、嫌いじゃない、はい、だったらまあ好きって言ってくれればいいじゃないですか。まあいいよとかまあごめんなさい、わかんない、これさせよって言ってますね、これごめんなさいね、はい、ポルさんも嫌いじゃないと言われると全力で気持ちをぶつけてこいって思いますねと、はい、そうなんです。そのなんか微妙なところを表現したい、なるほどね、だと思うんですよね、はい、あ僕だったとすると、はい、好きじゃん、好きまでは言わないけどみたいな、はい、でも嫌いでもなくてなんかこの辺みたいな、それはなんかでもやっぱそのポールさんじゃないですけど、はい、ちょっと卑怯ですよね。でそこをこの辺で受け取るかこの辺で受け取るかの違いですよねって、はい、なでリリーさんの言う通り、はい、僕ちょっと二項にしがちです。はい、ネガティブに、ああなるほど、ネガティブに受け取るんです。ネガティブに受け取る、はい、ちょっと自分の自信のなさがあります、はいはい、選別の基準が難し厳しいので、よっぽど好きでもない限り好きとは言わないんだと思うと、はい、そういうものはほとんど存在しないので、嫌いでないは好きと同義で良いかと思います。好きより、好きよりってことですね、はい、それちょっとなんか辞書に、なんか辞書っていうか何て言うんだろう嫌いじゃないは好きよりって好きよりっていうのは、はい、探せば出てくるようにしておいてほしいですけど、ね、嫌いよりで好きじゃない、あ嫌いじゃないって使います。うん、使います。嫌いじゃないなんて言わないですもんね。あそもそも言わない、言わない、好きか嫌いかですよね。まあ好き、まあ嫌いって言いますよね。いやまあ好きかって嫌い聞かれたら、じゃあまあ好き、まあどっちかっていうと好きっていうか、まあ、普通っていうか普通が出てくるかですね。あ、はいはいはい、まあ普通は言うかもしれない、はい、嫌い、嫌いじゃないはちょっと僕の辞書には多分ない、はいはい、でもまあ嫌いじゃないも言いそうかな、わかんないです、はいはい、すいません。このストレートに感情を表現するのが NT 的な下品なんですよ、はい、あそうなんだ。でも言葉の定義に厳しい人たちですよね、はい、あだから嫌いじゃないは嫌いじゃない、ああそっか、はいあ、まあ、僕的にはそう、はいはいはい、なるほどね、はい、NT の観察を頑張ろうとかの話に思えてきたと、まあ、相手が NT って分かっていれば、はいはい、ちょっとなんか対処のしようが今あるなって思ってきました、はい、でこのレーショナルペアリングという誤解にもかかわらず、はい、いろんな人がいろんな誤解を NT タイプにしてますが、はい、合理主義者の人は男女問わず相手を大いに喜ばせ、あらゆる気質との結婚を大成功させる、はい、しかし、まあ、カーシーも NT ですからね、はい、トゲには気をつけようと言ってます、はいはい、でまず合理主義者と芸術家 NT と SP ですね、はい、この合理主義者の独占欲のなさと相手に干渉したがらない性格、まあはい、自立ですからね、はいはい、はこの自由を愛する芸術家 SP の性質とよく合いますと、はい、NT は SP に自分と同じように不遜、はい、不遜で慣習を無視することを厭わず、はい、結果を重視するっていう仲間であることを見出すと、はいはい、NT は SP の道具やこの技術への関心興味に関心、ほうすごいっていう関心、はいはい、すると同時にこの SP に楽しさ、即興性、自発性、さらにはミスチーフへの適性を見出すと、
ミスチーフ、悪ふざけ、はいはい、いたずら心、なるほど、まあ、NT の人たちも、うん、ウィット、はい、には理解を示し上手だ、はいはい、とありましたので、そういういたずら心っていう、はい、まあ、適性を見出すと、合理主義者は遊び方を学ぶ必要があり、職人 SP は遊び心を周囲に広めるのが大好きだと。もちろんこの SP の楽しみとか遊び方は NT にとって軽薄に移ることさえあると。しかしそれ以上に SP は内面的な世界に全く関心がないため、NT の仲間を失望させることもあると。 NT は自分の理論や仮説を説明したり、最新の発明やダイアグラムを仲間に説明したりすることを好む、楽しむ。しかし NT にとってそのような抽象的な話題で SP の関心を引くことは非常に難しく、理性的な人は関心が薄れ、相手がより具体的で現実的な事柄に話を移り始めると、そのことにすぐに気づきますと。でもこれはあのお互いのピグマリオンプロジェクトですもんね、まあ、 はい、そこを知りたいみたいな話ですもんね、 SP 的には。はい、はい、で NT さんが関心を持っていることにはあまり関心がない、はいはい、それよりも実際の行動に落とした話だったら乗っかってくるでどういうふうに動くだとそれは話せる、はいはいはい、何を考えてるって言われると、はい、その時にならないとわからない、はい、状況によるよねみたいな話ですかよく言うやつだけど、はいはい、体調がなんで僕に付き合ってくれるんだろうっていうのもあります。はい、はい、まあ分かんないです。僕は S と N がちょっと、はい、半々ぐらいで、多分状況によるみたいなのは、はい、P も P 要素が強いじゃないですか、うん、だから INTP とかでもその要素はあったりすると思うんで、はいはい、でレーショナルとガーディアン、うん、SJ と SP ですね。ガーディアン SJ は通常陽気な遊びを率先して行うことはないが、合理的な人にとってかけがえのパートナーであると。 NT は象牙の塔にいることに夢中で、この象牙の塔、象牙の塔にこもるという表現があって、はい、芸術家学者が現実的逃避態度で自己の理想にこもり、芸術または学問三昧にふけることを象牙の塔にこもると言いますと。でこの NT さんは象牙の塔にこもることに夢中で、家庭生活の日常的な営みに疎くなりがちであると。 SJ はまた NT さんが SP のように芸術家ですね、多彩でエキサイティングな社会生活を送れるよう世話するわけでないが、それでも充実した楽しいしばしば家庭的な社会生活を送れるように SJ さんはしてくれると。 NT と SJ は親しい友人や家族に対する強い忠誠心を共有しており、まあ、どちらも真面目な方ですもんね。 SJ は NT の仲間が忘れてしまいそうな社会行事や家族の伝統行事に参加するよう忘れないようにしますと。理性的な人は人との関わりを思い出させる必要があり、ガーディアンは仲間が社会的義務を忘れないように手助けするのが好きであると。やっぱ SJ を見つけとけっていうのはなんか全ての男性にはありそうですけどね、はい、世の中を渡っていくために、世の中を渡っていくためにはやっぱり、はい、で女性の NT さんも SJ さんが欲しいでしょうね、はいはい、もちろんこの SJ の社交辞令が過ぎると NT にとっては口うるさく聞こえてくる。しかしより重要な問題は、ガーディアンが具体的な後方支援という役割において、いかに知的であっても合理的な人々のシステム分析や技術設計という抽象的な世界にはほとんど彼らは興味を示さないということであると。まあ平坦の人たちですからね、はいはい、NT は戦略、はいはい、最前線は SJ SJ、はい、NT は特に同僚、職場の同僚とブレインストーミングについて話すことができれば、仲間との知的交流はあまり必要ないかもしれないと、まあ、そっちで知的なことをやっているからですね、はい、満足のいく社会生活、家庭生活、性生活があればもう家庭はそれでいいと、はい、知的なことはいらない、はいはい、しかし具体的な伴侶、ガーディアンやアーティザンを持つ合理主義者は、
何か重要なつながりが欠けているって感じるかもしれませんと、はい、なるほど。でレーショナルとレーショナルがまあうまくいくかって話ですね、はい、この合理的と合理的 NT と NT 結婚した理性的な2人は、まあ、そういった問題はないと。この理性的な2人は互いの研究や発見、道具や技術に魅了される可能性が高く、時間を見つけて一緒になると論理的、難解、批判的、競争的な激しい議論を交わしますと。この競争は時に険悪になることがあるが、 NT と NT の結婚における主な問題はその逆で、それぞれが自分の認識世界に没頭しがちで相手に気づくことを忘れ、その結果関係において克服すべき距離が倍増してしまうことであれと。理性的な人と理性的な人の結婚は仕事から離れ個人的なレベルでお互いに合う方法を学ぶ必要があると、はい、この人たち結婚できないですよ NT、うん、やっぱだからなんか時間をかけて一緒になるとって書いてあるっていうのは、はいはいはい、多分なんか付き合ってる時に会おうってならないと結婚にならないだろうなと思って、はいはい、要は週に1回は会おうにならないと、はい、この人たちは会わなくてもいいよねになるわけですよね、はいはい、だと結婚しなくてもいいよねになりそうですよね、うんうん、そういうことかなって思いました、はい、合ってんのかなまあでもそういう部分もありそうですけどね。ただで結婚したとしても、はい、いや僕はなんか問題はね、はい、そのお互いの掘った分野の違いで、はい、喧嘩するんだろうなと思ったら、はい、そこではないと、はいはい、それは別に言葉のやり取りで、はい、彼らにとっては周りから見ると険悪に見えるかもしれないが、はい、それは険悪じゃないと、はい、ただ問題は家庭でもなんかそういう離れてしまって、はい、っていうのが起きるよっていう、どっちかからこう近寄っていかないとって話ですねきっとねそうですね、 NT 同士だと両方とも近寄っていかないからずっとこのまあ本当そうなんじゃないですか、ですかね。そろそろ結婚とかっていう話が出ないみたいな話じゃないですかよっぽどなきっかけがあれば別かもしれないですけど、出世に関わるとかアメリカとかだったらね、はいはい、まあ、なんか生活が合理的ではなくなるとか、はい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 、NT 同士は結婚しても離婚してたことすら忘れそうだから離婚もしないみたいなと。 DD さん週一で会おうかって、はい、いやこっちもねこっちでどっちだなんですけど、はい、違うんだよな。週一でまあいっか何もですはい、はい、どっちの立場で立ったのかなと思って。いや今 NT さんと僕が付き合ってたとしたらって仮定したんですよ、はいはいはい、で本当に好きで、はい、年齢的にもそうなってきていて、はい、僕なんか結婚したきっかけってなんかもうこのまま付き合ってても何もないなと思ったんですよ、はい、要はなんて言うんでしょう、次のステップ、はい、なので結婚しようってなったんですけど、はい、これ何が言いたいかっていうと、はい、っていう意味でなんか週一でなんて言うんでしょう、このリッスンっていう本にも出てくるんですけどね、はい、この人と人って定期的に会っとかないと、はい、なんか考え方の共有とか、はい、何をかその時考えているかとかって共有できないじゃないですか、はい、なのでもう友達がいなくなるんですけど、大人になると共有できなくなるので、はいはい、っていう意味で週1ぐらいで会おうよとは僕は思うだろうなと思ったんですよ、はいはい、でも分かってるからいいって言われると別にいいとは言ってないじゃないですか。言ってない言ってないけど、はい、会わなくてもいいと思ってるかもしれないけど、僕は会う必要があるよって言いたかっただけです、はい、だから会おうって言ってくれる相手じゃないとなかなかうまくいかないっていうことなんでしょうね、はいはい、で会おうかって言われると、はい、いや違うんだと、なんか共有する必要があるんだよって、はい、って鬱陶しいでしょうね。あ、その会おうかって相手が、はい、難色を示したみたいな、示したっていうふうに僕は今見ている、はいはい、僕のことを嫌いだって言った、あ、さっきの話みたいな感じですね。そう、嫌いじゃないと一緒ですね、はい、はい、そうです、はい、どちらも必要で対局を把握した上で重要なポイントに集中するということでしょうと、はい、
で、まあ、そこをかいくぐる人がいると NT さんにとっての運命になれるといいですけどね、はい、直感でこの人ってなるのかなと思うと NT さん、ね、ああなるほどなるほど、はい、NT さん仕事で多忙であったりだと週一で会うのがちょうど良いとかは正直ありというともありそうだと、まあ、それは言ってくれればもう、はい、忙しいって言ってくれれば別にそんないいですよ、はい、だからまあ嫌いじゃない、まあ、付き合ってることは嫌いじゃないそうなんだ、はい、ただこう積極的にこうなんか決めて会うとかっていうのが嫌なんですか。あ、決めて会うはまあまあね、はい、ルールみたいにするとちょっと堅苦しくなって、そうですね、でちょっと今週の土曜日暇とか言って言われたら、あ、空いてるよとか言ってっていうのはあるけど、お互い NT 通したとそういうのがなくなるみたいな話です、ね、ああなるほど、はい、でもなんかさ、この集会とかってあるじゃないですか。集会っていうと共同組合、はい、ではたびたび集会が行われるじゃないですか、はいはいはい、あれがやっぱ今、ね、人間社会で今でもあるっていうことは、はいはい、多分何かしら必要で残ってるんですよまあそれはあると思いますけどね。だからまあそう言わずにね、はい、付き合っていただけるとね今の共有する必要があるって理由ならNT は受け入れると思いますと、はい、あ、説明してくれればいいんだ、はい、説明すればいいんだ、はい、まあ、誘ってくれればいいんじゃないですか。なるほど、はい、別に会いたくない、行きたくないわけじゃないとかって言われるわけなんですよね。行きたくないわけじゃないは行きたくないではないっていうこれね、行きたくないわけじゃないって言われると多分じゃあいいわになりそうなんですよ、はい、だからそういう意図じゃないっていうのを理解した方がいいんじゃないかなっていう。あ、これはお互い様ですねNT と付き合うんだったらそこはそういうネガティブではないっていう、に苦い薬ですなんか、はい、はい、行きたくないわけじゃないは、はい、行きたくないじゃないんだ。行きたくないじゃない、娘はそれを言うんですよ、はい、行きたくないわけじゃないって、はい、好意的だったんですねそれは、はい、ちょっと今光が見えました親子関係に、はい、だからそれって行きたくないの、行きたいのって聞けばいいんじゃないですか。いや、それを聞くのは野暮じゃんって思うんですよ察す間違えたらもっとあ、確かに、はい、察するのが人間じゃんって思っちゃうので、はい、